Here in Japan, I have learnt that there is much solidarity between the workers, ordinary families, teachers, health professionals, with the people of New Zealand.今回日本に来まして、日本の皆さんがこの TPP に反対する運動の中で、農民との、協力、それから、労働者との協力、そして、海外の、反対運動との連帯を強く持っているということを学びました。The people of New Zealand are concerned and standing up for the rights that the people of Japan are concerned about. The same thing.私たちニュージーランドで抗議行動に立ち上がっている、我々自身も日本の普通の人々たちが、どういった、懸念を持つのか、そういったことに共感を示し、連帯を感じております。 Throughout Malaysia, Canada, Australia, America, there are many people that share the same concerns.で同時に各国でマレーシア、カナダ、アメリカ、それ以外のさまざまな TPP に、TPP 交渉に参加をした国々で普通の人々が同じ懸念を持って立ち上がっております。 The signing today is not the end. 今日署名がされたからといってそれが終わりではありません。 We must work together across national borders toStand strong against the TPPA. 我々は国境を越えて連帯を作り、一緒に行動を起こし、TPP に反対する活動を続けたいと思っております。車の安全基準、これを大幅に緩めろという要求をしてきてますね。さあ、アメリカ広い、荒野を、砂ぼこに立って車走ってて道路も広いから、基準が少々低くても、そう大元にはならないでしょう。しかし、日本の道路、山坂があって狭くて山坂があって環境は車運転するには環境は良くない。だからこそ事故を起こさせないために安全基準がハイレベルなわけですね。ほんとハイレベルな車はアメリカでは作れない、作ったらもっと高くなっちゃう。要するに日本が今の日本の基準で見たらば輸入できない品物であるということだから、安全基準を下げなさいと、アメリカ並みにしなさいと。事故が増えてもそれは私たち関係ありません。事故を起こした人の問題でしょうと。そういう仕組みがこの TPP の根底にある。TPP は何か、先ほどもちょっと触れましたけれども、要するにアメリカの救済措置でございますね。戦争法もそうですね。アメリカにも兵隊が足んなくなってくる。お金もかかる。日本に代わりにやりなさい。日本にあるお金を全部アメリカが吸収しようということです。多分農協を潰して農協に溜まっているお金を引っ張っていこう、郵政関係が持っているお金もアメリカに持っていこう、生命保険のお金も全部持っていこうと。要するにアメリカの経済を救うために TPP をやらされている。それで犠牲になるのは誰か、日本の国民、日本の企業なわけですね。大変なことでございます。そういうふうに思って私この問題に関心持ち始めたわけでございます。これはくどくいですが、戦争にしても何にしても全部根っこはアメリカの利益のため、新自由主義でアメリカで 1% の人が 99% の収益を奪っている。日本もまさにそれになっていくものであるということで、恐ろしい条約であると。